どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人エルザです。今回は新規のキャラの運理に合わせたい相性抜群のキャラを紹介したいと思います。カウンター型というところですが、誰と組ませるかによって戦闘効率が大きく変わるキャラとなっていますね。手動じゃないと扱いにくい部分というのはもちろんありますが、オートでも組み合わせ次第では力を発揮できたりもします。そんな運理を今回はオート戦闘でエンドコンテンツを試してみて、その相性がいいかどうかっていうのを元に紹介をしていきたいと思います。それでは早速本編に行きたいと思います。それではまず運理に欲しいキャラの要素っていうのをまとめて話していきたいと思います。どんなキャラが相性がいいのかっていうのを事前にしとくのは大事ですからね。まず1つ目、火力を上げるバッファーが必要というところです。運理は回心率を高い数値で維持するっていうのが必要なため、攻撃力か回心ダメが不足になりやすいっていうのがあります。そこをカバーできる味方がいると火力面がさらに伸びますので、よりダメージを出しやすくなるっていうのがあります。続いて2つ目は状態異常対策や回復は必須というところです。運理がカウンター型のため敵の攻撃に対して必ず反撃をする必要があります。まあ、言い方を変えれば敵の攻撃は必ず受けるというところですね。そのため行動制限デバフや HP といった反撃に最低限必要な要素をカバーしてくれる耐久枠が必須となります。これがないとうまく反撃できないってことも多くなりますからね。続いて3つ目、 EP 効率を上げれるキャラが欲しいというところです。運理はカウンターを強化してダメージを出すというのがあります。そのため必殺技の回転率は非常に重要となります。必殺技の回転率を上げるためには運理自体の行動回数を増やしたり EP を回復するという方法が必要となります。この状況を満たしてくれるキャラを入れると戦闘の安定感が大きく変わりますので、 EP 効率を上げれるキャラっていうのは非常に重宝します。運理に必要そうなキャラ要素としては大きくこの3つになるかと思います。大体これを満たしてればそれなりに運理をオートでも使えますので、ぜひ押さえておいてください。それではおすすめキャラの紹介していきたいと思います。まずはおすすめ1人目、帝運です。まあ、みんな大好きなキャラですね。で、こちらに関して相性がいい点としては、EP 回復でサポートができるっていうところです。必殺技の EP を50回復してくれるので、運理の必殺技発動に必要な半分を確保することが可能です。120で発動が可能となっていますので、実質約半分となります。続いて、攻撃力バフで火力がアップできるっていうところです。帝運に関しては、スキルによる攻撃力バフと必殺技の湯だめバフで火力を一気に上げれます。カウンターと合わせやすいっていうのがありますので、このバフは結構重宝しますね。続いて3つ目は、貫突ならさらに効果アップというところです。貫突した帝運を持っているなら EP 回復がさらに上がります。10という数値になりますが、これで半分回復ができるっていうところなので、結構バカにできない数値となっています。帝運に関しては、EP 回復で海の必殺技の回転を早めれるのが、とにかく相性がいいポイントとなります。調和のキャラをほとんど持ってないとか言うのであれば、帝運を入れるのが一番いいかと思います。続いてのおすすめ2人目はロビンとなります。相性がいい点としては豊富な攻撃力バフが優秀というところです。まずテンプやスキルなどに関しては余ダメと回心ダメを上げれる要素があります。さらに攻撃力アップなど多彩なバフがありますので、火力面を徹底サポートできるっていうのが嬉しいポイントです。結構簡単にバフが漏れるのが嬉しいんですよね。続いて2つ目は全体バフでチーム力がアップするっていうところです。ロビンに関してはバフが全体となっていますので、運理だけでなくダブルアタッカー編成などをした場合、味方全員の性能を上げれるようになっています。チーム全体の戦力アップができるので、全体的な火力アップができるのが嬉しいところですね。続いて3つ目です。カウンターが常に強化されるっていうところですね。ロビンの追加能力には、追加ダメージの回心ダメがテンプとは別でアップするっていう効果があります。回心ダメージが 40% ぐらい上がりますので、追加攻撃をする運技としてはとても相性がいい効果となってます。ロビンに関してはバフの種類が豊富な上に追加攻撃特化というところがあるので、カウンターと非常に相性がいいところとなってます。続いてのおすすめ3人目は花火となります。相性がいい点はこちらを2つですね。まず1つ目は回心ダメを大量にアップができるというところです。最適なキャラの中では一番回心ダメージを盛りやすいキャラになりますね。運理を使用するときに回心ダメージだけが物足りない場合っていうのがよくありますので、組ませると火力を一気に伸ばせるかなと思います。例えば回心ダメージを伸ばしきれなかったっていう育成をした人にとっては花火は重宝するキャラかなと思います。続いて2つ目は行動順の調整がしやすいっていうとこです。
行動順のアップにより運理の攻撃回数が増えるため必殺技を回しやすくなるっていうのがあります。 SP も気にしなくてよくなるのでスキルをガンガン使えるのが嬉しいです。まあ、運理に関してはスキルを使った時に拡散攻撃だけでなく自身の HP も回復できますので自己管理の精度がさらに上がるっていうところですね。花火に関しては SP が若干余り気味になる可能性っていうのはありますが、会心ダメアップがとても魅力的な要素となっていますので相性がいいキャラとなっています。続いてのおすすめ4人目はフォフォとなります。相性がいい点は3つですね。まず1つ目は回復面の相性がいいというところです。フォフォの回復においてはスキルの拡散回復だけでなくリジェネの付与もあります。しかもデバフ解除も一緒に行えるので運理の行動機会損失を徹底的にカバーができるってところが強いんですよね。まあ運理だけでなく味方全員回復ができるのでそのあたりは強いかなと思います。続いて2つ目は EP 回復でサポートができるっていうところです。 EP 回復は最大の割合で決まります。そのため運理は 240% と高い数値になってますので恩恵が大きいんですよね。また味方全体も回復しますので戦闘が整いやすくなるのも嬉しいポイントとなります。続いて3つ目は攻撃力バフも魅力的というところです。テンプレベル10で 40% も上昇するようになっています。そのため大幅な強化が可能となりますのでなんだかんだバカにできない性能となっています。フォフォに関しては回復面で徹底的に運理をサポートできるというのが嬉しいところですね。さらにデバフ解除もターン始めに行えますので攻撃機会を減らすことがないというのもいいところです。続いてのおすすめ5人目はリンクスになります。相性がいい点は3つほどあります。まず1つ目、緊急回復で整えることが可能というところです。リンクスにおいては必殺技の割り込みでデバフ解除と回復が行えます。運理の状況に合わせて回復を使えるというのがいいところですね。相性のいい仲としては緊急回復ができるのは嬉しいポイントかと思います。続いて2つ目、ヘイトアップで調整ができるというところです。スキルのヘイトアップでタゲを調整できますので回復とヘイトを調整できるのが嬉しいところです。まあ、運理に関しては被弾が多くなりますのでヘイト集めと回復を両立してできるリンクスはとても優秀かと思います。続いて3つ目、4突で攻撃力バフができるというところです。4突まで行けばというのが条件になりますが、リンクスの HP 割合でスキル対象者の攻撃力をアップすることが可能となってます。なので4突をしている人からするとリンクスは使い勝手がいいのではないかと思いますね。リンクスに関しては敵の攻撃対象をうまくコントロールができるというところがあります。なのでオートよりも手動なら扱いやすいなというところですね。まあ、ターゲットがうまく集まってくれればオートでもそれなりに使いやすいというのがありますが、まあ、手動がおすすめというところです。その他のおすすめキャラについても紹介したいと思います。その他のおすすめ1人目はラセツです。ラセツも回復としては優秀なところです。結界の効果でカウンターと回復のタイミングが相性がいいというのがまずありますね。攻撃をどんどんする運理と相性が良くなってます。またスキルでデバフ解除は一応できますので状態異常対策も可能というところです。ただし緊急回復っていうのがありませんのでこのあたり調整が必要かなというところですね。続いて2人目はジェイドです。運理の拡散カウンタースキルとジェイドのチャージの相性がいいっていうのがいいところです。そのため大人数の時ほど相性が良くなり追加攻撃の機会が増やしやすくなるっていうのがありますね。ジェイドに関しては特殊な条件っていうところになります。でその他の話なんですけど、この2人について話していくと相性がいいが条件がつくっていうところになります。なので最適としてはちょっとっていうところになりますね。ただし優先度が落ちるだけで条件次第では他のキャラよりも有利に働く時がありますので組み合わせとしては押さえておくのはありかなと思います。それでは最後に今回紹介したおすすめキャラのポイントについて話していきたいと思います。まあ、組み合わせる上での注意点っていうところですね。大きく2つあります。まず1つ目はおすすめキャラの人数採用についてです。こちらに関してはバッファーと耐久を1人ずつは必要というところですね。今回おすすめしたキャラとしては5人ほどいましたが、どれもサポーター的な役割となります。ですが誰か1人入れればいいというわけではなく、2人を最低限組み合わせて運理の編成として使わないとうまく機能しないことっていうのが多々ありました。誰か入れてダブルアタッカーしたりとかやってみたんですけどうまくいかなかったですね。なので運理以外にバッファーと耐久枠にした方が火力は安定することもありますので、組み合わせはしっかり意識するようにしましょう。これができないとなかなか運理は扱いづらいなと思いますね。続いて2つ目、
オートでの最適はというところですが、ポホとロビンの組み合わせが一番良かったなと思います。これに関しては自分のデータでオートクリアを目指した時にちょっと感じた部分がありましたので、この2人としてます。この2人の組み合わせが一番安定したっていうのがありますね。で、花火やリンクスといったキャラもいますが、スキルのタイミングとかが手動でないとうまく刺さらないという場面があるんですよね。順番上げすぎたりとか、ヘイトが別のキャラに移ったりとか、結構大変だったりします。なんですが、その点を考えた時にロビンとかポポの場合はオートでもそれなりに影響がないことが多いので、オート目的ならこの2人がおすすめかなっていうところになります。渡航女児だったりグラニはもうクリアができましたので、個人的にはこの2人が一番相性がいいのかなと思います。ただロビンを持ってる持ってないとかあったりしますので、まあ、最低限ポホとかが入ってるといいのかなと思いますね。ポホと低運、ポホと花火みたいな感じで合わせるといいのかなと思います。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画をアップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。